はい、やってきました。ハードオフ、ホビーオフ、オフハウスのところです。今回ちょっとね、足を伸ばしてね、ちょっと離れたところまで来たんですけども、まあ、地名的に有名なところなんでね、まあ、それで、まあ、ハードオフなんかも結構いいのあるのかな、人が集まるからいいのあるのかなと思ってこっちの方まで来ました。ではちょっと行ってみましょう。はい、プレイステーション3、初期型の 60GB ですね。プレセツも遊べるやつが9900円ですね。最近もね、プレイステーション3を探すのが日課じゃないけどね、もうこれがメインになってる気がしてます。あ、ファミリーベーシック、まあ、4400円だったらなんかね、箱もついてるしいいんじゃないかとは思うんだけどね。ほう、ちょっと色焼けしてるかなってところかな。なんか安いんだよな。いや、今ね調べてみたんだけど、これもともと安いやつみたいだね。で、あとはね、アームとかね、そういうのが全部ついて5000円ぐらいらかしいので、これで880円ならね、安くはない、普通かな。いろいろ探さないといけないので、これはちょっと買いではないね。はい、プレステ2のね、薄型が結構あるんです。1、2、3、4、5、5台あって、ここにも1台あるんだよね。この辺のやつをね調べてたらね、これが問題なさそう、これも問題なさそうね。あとね、これも問題なさそう。この辺いいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、不具合的にはそんななくて、まあ、一応ゲームができるで、この2台は電源入らないみたいなね。ジャンクとね、中古が入り混じってたんだけど、とりあえず中古の方見ていこう。 PC エンジンのスーパー CD ロムロムとヒューカードがこの辺少しあるね。あー、値段見える、ちゃんと見える。ウィース1、2なんか1620円で安いんじゃない、あれ。でスプラッタハウス逆に9720円、ちょっと高いんじゃないの、こんなもんかね。ちゃんけんちゃんが2200円割安いかも、ちょっと気になるな。はい、壁にねかかってるのもいっぱいあるんですけど、結構ねケースの中にレアなものが多いからね、意外にこういうところね見なくなっちゃうんだよね。ケースの方がやっぱりレアも多いからね、だからこそこういうところ探すとなんかあるかも。ちょっと探しとこう。はい、ゲームボーイはね330円から値段ついてるから、掘り出し物がちょっとありそうな気がするな。まあ、高いのは値段ついてんだけど、ただね、一番低いのが330円からってことでね、探せば何か出てきそう。他のお店もそうだったんだけど、ここもね箱がすっごい綺麗なの。状態のいいものがね結構置いてあるから、箱付きで探したいならいいかもしれない。今ねケースの中探したらね、星を見る人、これなかなかなくて、しかも高いんだけど、あったよ。箱ぎっちり。ここはねホビーオフも一緒にあるんでね、ちょっと見せたんだけど、鬼滅の刃のね、あのこれなんだろう、キーチェーンマスコット、あとはカード類がね少しあるぐらいですね。 あと缶バッジもあるね。
まあ、この辺しかないんだけど、あとはね見当たらない。やっぱり人気あるんだねこれね。今こういったグッズ自体ないってんだからね。やっぱりかっこいいね。お、楽しいなこれな。おもちゃのとこもずっと見ようと思ったんだけどね、もう熱暴走で止まり止まり撮ってるからもうそろそろ終了かな、うん、トミカを最後にしよう。やっぱねこういうケースに入ってるとこはみんなねメイドインジャパンとかレアものばっかりだからね、いい値段してるわ。やばいこれかっこいいなこれな。人気商品から掘り出し物まで販売ラインナップも充実。プラモデルだけどトヨタ 2000GT、 あいい値段してるな、かっこいいなこれな。相変わらずここら辺はイニシャルでいいか。いやプラモデルもいいね、なんか作ろうかな。ということでご視聴ありがとうございました。